トゥラロサ盆地は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州南部、リオグランデ川の東のベースンレンジ地域にある、地高盆地である。大部分は、オテロ群にある。標高1194メートル。トゥラロサ盆地の地図トゥラロサ盆地は、コネティカット州より35%、広いおよそ6500ミリの広さがあり、西のサンアンドレス山脈とオスキュラ山脈。 東のサクラメント山脈の間にある。盆地は南北およそ150マイルに広がり、最も広い部分で東西およそ60マイルある。盆地はコロラド高原地界のわずかな時計回りの地殻変動のために、そこで広がるリオグランデ地高地帯の一部とみなされている。盆地は北はチュパデラメサ、南はフランクリン山脈とフエコ山脈によって閉じられている。 盆地には、ホワイトサンズ国定記念物、ホワイトサンズミサイル実験場、トリニティ実験場とカリゾーズを溶岩流といった顕著で特徴的な場所がある。トゥラロサ小川は、トゥラロサの村のちょうど北を、トゥラロサ盆地に西に流れ込む。カトロン郡にあるトゥラロサ川と混同しないよう注意する必要がある。水分学的に、トゥラロサ盆地は、流入河川が外部へ流れ出ない。 閉じた盆地である。最終的に蒸発もせず、地面に浸透もしなかった河川は、プラヤに溜まり、タウキにプラヤ湖を形成する。盆地のプラヤ湖で最大のものは、ホワイトサンズ国定記念物の南西の端にある、ルセロ湖であり、ルセロ湖の北方には、ホワイトサンズに石膏の砂を提供している、アルカリ平原が広がっている。スペイン人が、トラロサ盆地にやってきたとき、 彼らは、盆地の東側面で、比較的青々とした草原を育てた湧き水と小さな流れがサクラメント山脈から来ているのを発見した。スペイン人によって、羊の牧畜と資源の採掘が試みられる一方で、この地域は、アメリカ合衆国が、ホートスタントンで軍隊を駐留させた1850年代まで、格好たるアパッチの支配下にあった。 アメリカの軍隊の保護の下で、最初の高級的な和解は1862年に、確立された。その時、およそ50人のヒスパニック系農民は、リオグランデダニからトゥラロさえ移った。南北戦争の間、アパッチを制御する努力は、幾分弱まり、本格的な白系アメリカ人の移民は、テキサス州からの移民と牧畜化が盆地へ。 移動し始めた1870年代後半まで始まらなかった。トゥラロサ盆地の大草原は雨の多かった1880年代には家畜の大群を養うことができた。白系アメリカ人がそこで初めて牛を追い始めた頃、一部では草の丈は馬の肩と同じくらいの高さにもなった。あるカウボーイは1889年に8万5000頭の 家畜が盆地に集められたと振り返ったが、それがこの土地には非常に重荷であったとも語った。次の年は猛烈な干ばつであり、牧草地は75年以上の間多くの場所で、続けた過度な放牧と侵食の結果から立ち直ることはなかった。1945年に牛の放牧が実質的に終わったホワイトサンズミサイル実験場でさえ、 1890年から1945年の期間の広く行われた過度な放牧の影響を至るところでまだ見ることができる。例えば、歴史上肥沃な大草原であったと知られている多くの地域は、現在、クレオソートブッシュが優位を占める砂漠浄化地域として描かれることがある。地表水だけでは、牛の群れを養うことができなかったため、牧場主たちは、 地下水に目をつけたが、容易に入手できる、塩気のない水は、盆地の地中から枯渇し、塩分を多く含む水だけが残った。地下水を地表に用いることは、さらなる塩分を溶かした水を地下水に運ぶこととなった。これが地下水の塩分濃度を上昇させ、これまでの水利用の状況をさらに続けるならば、地下水中の塩分濃度を大幅に下げる必要があると2000年までに認められた。 トゥラロサ盆地国立脱塩研究施設がアメリカ連邦開墾局とサンディア国立研究所の共同プロジェクトとして2004年にアラモゴードで設立された。それは内陸の盆地で典型的に見つかる塩分の多い地下水の脱塩することを研究するための国家施設である。盆地の閉じた環境のためいくつかの独特の生態系が発達した。トゥラロサ盆地だけで発生した種は かなりの数がある。これらは、メダカの一種である、ホワイトサンズ、パップフィッシュと、シマリスの一種である、オスキラ・マウンテンズ・チップマンクを含む、トゥーラー・ザ・バレー、ジオグラフィック・ネームズ・インフォメーション・システム、US ボード・オン・ジオグラフィック・ネームズ、2007年9月23日、閲覧、トム・フレーザー・イニャン、インタビューイン1942、クエテット・インサ・ネクソン、CL、 トゥーラーザラストオブザフロンティアウエストユニーブオブナノメートルプレスエディション P21 ありがとうございます。